今ねコンコンと落としたので、多分あのランチが届いたんだと思います。で外出るので、出るというかドア開けるので、この使ったリネンですね、タオルたち、これなんか赤い袋に入れるみたいで、これちょっと外に出してランチピックアップしたいと思います。他のみんなはもうランチ立ってますね。これだからリネンを、あ、リネンを置いて、これは頼んでた新しいリネンですね。はい、あとこれがランチですね。朝食のやつ残ったままですね。なんか外に出しといてピックアップしてくれるはずなんですけど、はい、ランチ届きました。ちょうど動画の編集してたんですよね。あと箸頼んだんですけど、あ、箸、箸がタオルの中に普通に入ってますね、これ箸ゲットしました。まあなんかこういうなんか適当なとこ香港らしいですよね。日本だったらなんか誰か文句言いそうですけど、まあ香港では普通です、こんなの。ちょっとこれは後で洗って、じゃあ早速ランチどんなんだか見てみましょう。今日のランチは、開かない、あ、パスタだ、なるほど。これはチキンですかね。うん、チキンっぽいですね。チキンのなんかデミグラスっていうか、なんか照り焼きっぽいようなのと、カポナータかな。これなんか野菜昨日と全く同じですね。ズッキーニとパプリカ。はい、今日はこんなパスタでした。まあ、ちょっとこれからいただいてみたいと思います。ということで早速このパスタとチキンかな、ちょっといただいてみたいと思います。せっかくね箸をお願いしたんですけど、まあ箸使わないですねこれ。あ、これチキンじゃない。ポークだ。これポークです。これナイフだな。早速一口ちょっと感想をお伝えしたいと思います。このパスタ多分ね味付いてないんで、何も、え、でもこれパスタでも何でカポナータかけて食べんのかな。いただきます。わあ、なんか薄いまずい給食の味、食べれなくないけど、まあ美味しくないっすね。昨日の方が美味しかったかな。うん、臭みは特にないですけど、まあ、ちょっと美味しいとは言えないですね。あ、一切味のついてないペンネ、塩味もなし。これをこのカポナータはどうでしょう。わ、味薄っ。なんかね無駄にねハーブ効いてるんです。昨日もそうだったんですけど、ほら、あのこれなんだろう、これはなんだっけ、あの月って書くやつ、出てこない、月経花みたいなやつ、なんだっけ英語で言うと、やばい、すごい気になるけど出てこない、ちょっと待って、すごい気になる、ちょっと今ググろう。ローレル、そう、無駄になんかこうローレル入ったりとかするけど、もう塩味がもう全然なくて、本当になんかなんか優しい入院食って思ったら、なんか
まあそれなりなのかなと思うけど、ちょっとねこれこの肉に関しても、ナイフ落ちる、この肉に関してもこっちの何カポナータにしてももうめちゃくちゃ塩味効いてないんですよ。だからこれでパスタを食べることはできないです。まあちょっとこのおかずだけ食べましょうかね。ちょっとパスタはもったいないけど、ちょっとこれでは食べれないです。でパスタソースとかあったらよかったな。香港隔離する人はね、やっぱねご飯そんな日本ほど美味しくないんで、こういうホテル食とかは、まあ、街出たらね全然美味しいもんいっぱいあるんですけど、こういうクオリティはねすごく低いので、香港隔離する人はちょっとパスタソースとかもあった方がいいかもしれないです。でも温められるか、ケトルが一応あるんで、ケトルで温めて、何洗面所のところ蓋してケトルのお湯やったら、まあ、ちょっと温められると思うんで、まあそういう風に作るのが嫌じゃない方はなんか、パスタソースとかもあった方がいいかもしれないですね。あとは調味料なんかも、塩コショウ以外にもちょっと変わった七味とかもそうだし、そういうのあった方が隔離生活は美味しくというか、ストレスなく過ごせるかなと思います。まあ、ご飯ってやっぱ大事じゃないですかね。一応僕カップラーメンとかパンとかありますけど、やっぱこう固形物をね、固形物ってこういう炭水化物じゃなくて、こうお肉とかね野菜とかを美味しく食べれたらやっぱりいいなと思うので、そこら辺は用意してもいいかもしれないですね。またなんか変わったアップデートあったら、動画ありたいと思います。それではまた、バイ。